ね、あのやらなきゃいけない作業だというふうに認識しています。すいません、これ1年半前の話です。で、2018年8月に判決があり、2018年11月に弁護士会、この訴状を書いたモザンビーク弁護士会の弁護士が来て、浅井さんを含めた JICA と外務省の皆様にこの件を話しましたね。対面で話しましたね。その時にもいろいろ言われたけど、この1年の半の間何をされていたんですか。では同じ回答しかしてないです。驚いてます。はい、その通りです。なぜ同じ回答を繰り返すんですか。つまり危機感も共有されてないということですよね。今ようやく分かりましたということですか。違います。そこはあの危機感を感じないというふうには皆さん思われたとしてもですね、今あの農業省の方はあの何度聞いても今裁判所からの返答連絡を待っているっていう状況ですので。石橋です。改めて、いや今浦田さんが言っていただいた通りで、これ1年半ね、僕らずっと去年も含めて何度もこのやり取りをさせていただいていて、で今浅井課長が言われたことは本当驚くべき、いや信じがたいですね。今これからやる、あの冗談じゃないという思いで、まあ、おそらく聞いておられる国民の皆さんも全く同じ思いだと思います。僕らは今日先ほど来ずっとご指摘をいただいていることを含めて質問主意書にこの間の日本政府の責任も含めて質問させていただいた、その回答が2行ですよ。その回答が2行で、いやこれはモザンビーク政府の話だと、向こうで適切に対応されるものと考えていると、これ質問主意書去年の年末の話だからね。今皆さんから問われていることが分かります。これまで35億円もの国民の皆さんの貴重な税金を投入して皆さんやってきた、その結果として行政裁判での違憲判決が出てるわけです。1年半も前に。しかも農業省は裁判に出てきもしなかった、情報提供もしなかった、そして判決を受けて慌てて言い訳だけした。それに対して日本政府の責任はどうだと聞いてるんですよ。それをちゃんと外務省も国民に対して説明責任があるだろうということを言ってるわけです。黒見さん重ねて聞きます。前回これね、宿題にしました。訴状と判決文全部お読みになったんですね。全部お読みになった上で先ほどの答弁をされてるの。そしたらあまりに理解が悪くないですか。いや悪くない、申し訳ない、課長にそういうこと言うの申し訳ないけど、あまりに理解が悪くないですか。いやあれでね、農業省がなんか言い訳めいたやってたんですよって言って、それでよしとするんですと、そういう訴状じゃないでしょ、そういう判決じゃないですよね。それが外務省として国の政府としての方針だとすれば、これは有識事態だと思います。先ほど来皆さんが言われる重ねて、この場で改めてちゃんと国民の皆さんに対して責任ある回答をしてください。この2行じゃなくて、日本政府としてのこれまでの対応も含めて、久米さんもう一回ちゃんと説明してください。責任ある回答、そうしないと誰も納得しないし、それができないならやめてください。その1点だと思います。質疑権やめて、もう一つだけ追加させてください。あの、まあ、1年半も国交されているということは、これ人権侵害ですから、この間に命の危機を感じる人がいるんですよ。 そのことをまず真剣に考えてほしいと思います。確かに、すみません、1年半放置していたということ、1年間時間を労しているところに関しては、あのそこはあの申し訳ないというふうに思っております。ただそこはモザンビーク政府のシステムの話でもありますので、そこはモザンビークのあのまあ、そこはじゃ あのすいません、あのー、
それはすみません、それは早急にそこは対応させていただきます。わかりました。早急にだったら今日のこのでも意見交換は非常に意味があるものだと思うんですね。もう意見判決が出てこれでこうなってるということはモダンピークの裁判制度ちょっと分かりませんが控訴しなかったわけで違憲判決が確定しているわけですよね。で国民の権利が農民の権利が侵害されているということが確定しているわけでここで農業省は市のものをちゃんとやりましたって言っても判決は確定しているわけですよ。つまり違憲判決が確定しているその事業に対してそれはもう確定してるんだから違憲判決覆せないですよ。問題があったという違憲判決に関して日本政府が加担していいのかというもうそもそも論になっている。そうだとするとやっぱ農業省にも何も期待ができないしで一国の司法機関が違憲であると言って確定した判決は日本政府はこれは尊重すべきでこれをご利用しすれば本当にとんでもないことになるというふうに思います。でまだ引き返せるわけで、ぜひその本当は違憲判決が出た段階で判断すべきだと思いますがもう違憲判決が出て1年半経っておりますので今日の対話はとても貴重だというふうに思っていてさっきちょっと言いましたが私も船田さんたちと南アモザンビークにかつて行きその農薬の ODA を変更してもらったんです。同じようにそれが本国モザンビークで歓迎されないのであれば特に今回は農民に歓迎されないだけでなく裁判所に違憲判決が確定しているわけでそれは日本政府としてモザンビークの政府を尊重してくださいよ農民だけでなく。ですからこれはもうプロサバンナ事業は日本政府としてはやれないという判断をぜひしていただきたい今ですよ今どうでしょうかね。どんなにあがいてもちょっと私モザンピークの司法制度に詳しくないのでちょっとあれですがこれ以上事態は改善しないですよ。事態は改善しない違憲判決を抱えたままこの事業を遂行するのかとなればそれはもう正当性がないことに関してしかも一国の裁判所を尊重するモザンピーク政府ですからね。三権分立はモザンビークという国を尊重するのであればこれはもう変更する撤退するしかないということを外務省判断してくださいよ。それは今でしょう。よろしくお願いします。今日伺った話も含めてそこは早急に対応させていただきますというのはさっき申し上げた話なのでただそこはすみません事実関係なども含めてということなのでまずはご意見をご意見としてまず受け止まるということでよろしくお願いします。判決から1年半経っているもので早急にと言われても本当かなというのは思いありまして言われたんでね本当に今日これだけの話があるわけで受け止めてあちょっと待ってますすみませんいただきたいとですみませんご確認で牧山恭平さんが今までいらっしゃってすみません一言お声を出してすみませんそれと国民の原口さんも衆議院にもお願いします。ちょっと一言ずつお願いします。はい。参議院議員の牧山博恵です。今日はとてもいいお返事をいただきましてありがとうございます。本当に心強く思いました。このことをですね心配している方は私の周りでもたくさんいるので今日のお答えを皆さんに早速お知らせしますので皆さん安心して待っておりますのでよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、国民民主党の国会対策委員長の原口です。今ちょうど衆議院では予算をやっていまして、我が国の予算が人権侵害に加担をしたということが確定をしているということであればこれは有識ことでありましてその後の何かを待つというフェーズではないということをはっきり申し上げたいと思います。そして今お約束をいただいた通り早急に見直しをしてですねこの後私も官房長や次官たちにもまたお会いをしますので皆さんのレベルで決断ができなければ彼らに
直接言うことになります。ぜひ我が国は人間の尊厳と自由を保障する、そのためにこういう海外の援助もあるわけですから、速やかな対応を求めたいと思います。どうぞよろしくお願いします。兵庫県で農業しております田前と申します。早急に対応というのを見直していただけるということでいいんですよね。私先ほど黒宮さん のお言葉で放置というのが聞こえまして、まさか日本政府が外務省が JICA が1年半放置してきたということではないですよね。また今の段階でこう早急にというのは見直しをするということをここで言っていただけませんか。ちょっとそこはまさに私のちょっと趣旨をちょっと誤解していただいていて、これは1年半、確かにその判決が出てから1年半経過しているということに関しましては間違いない事実 でその間は、そういう意味ではすいません繰り返しになりますけれども、我々としては農業省とその裁判所 のやり取りを、我々としては見ていった、それが1年半もっていうのは確かにご指摘のあるところであります。ですからそれをもう1年半経過したってこともありますので、そういう点に関しては我々としてはもうこれを見ているというフェーズではないので、そこは早急に対応させていただきます、そういう趣旨で申し上げたので、もちろんそれはその結果どういう形が出てくるかということに関しては今の時点では予断はできませんけれども、というそういう趣旨でございますけれども、そこはすみません福島先生のもともとの ご質問あれでしたので申し上げますけど、そういうことで私は申し上げたんですけど、よろしゅうございますか。早急に対応してくださるということ で多分その質問もその早急に対応するの中に見直しも含めて検討することも入っているというふうに私たちは思うので、早急に対応するという中身に本当に期待をしております。よろしくお願いします。くどいんですけど、要はだから今までは見ていたけれども、そこに関しては我々の方からモザンビークの方も含めてということでありますので、その結果は今の時点で予断はできませんので、その結果も踏まえてということになりますので、これ結果を報告いただいていいですか、速やかに。皆さんのヒアリングを僕もやってます、それを受けてますんで、ただそのこれが1週間とか2週間とかそんなかかるようなタームではないと思いますので、速やかに国会対策委員長室で結構ですから、答えを持ってきてください。1年半の間農業省からの回答みたいなものを待っていた、農業者の出方を待っていたとおっしゃるんですけれども、その間 JICA の事業継続してますよね。お金も使われていますよね。それはそのまま進んでるってことですよね。ストップ、休んで止まったわけじゃないですよね。止まった上で考えるっていうのと違いますよね。その間お金も使われて実際に事業として進められているし、それからコスタさんに対するその言葉のものも取り下げずに進んでいる、そのまんまじゃないかなと思うので、検討するのであれば少なくともそのホームページ上のコスタさんに対する言葉を取り消し、一回停止してから早急に検討していただけないものでしょうか。だって今お金突っ込んでるんだよね。すいません、今の部分の回答を聞きたいんです。ご意見はご意見としていただきたいです。答えていただけますか。その1年半の間にお金が使われたんですか。そのコンサルタントの方に給料を支払うとか、
それから授業として何か進められたりとか、そういうことはなさっていらっしゃいますか。それからさっきおっしゃった人権侵害の問題だとおっしゃっている中で、個人のその小瀬さんに対しての攻撃のようなものをストップしてないじゃないですか。授業を続けているかどうかという確認させていただきますと、授業が続いております。でその授業の内容は農民の貧困削減のためにやっております生計向上のプロジェクトを続けてございます。1年半前に戻すことはできないし、まあ、この間を見守ってたとかやり取りしてたっていうことで、まあ、それはこちらが市民社会サイトはもちろん不満には思ってるんですが、まあ、ただ今日ちょっと前進なのは、まあ、早急に検討していただくっていうことで、で、もう違憲判決は覆らないし、この状態でこのプロサバンナ計画を遂行することは極めて困難であり、日本の国民と 国益ってあまり好きな言葉ではありませんが、まあ、侵害すると思うんですね。日本の ODA にすさまじく傷がつく。一国の裁判所が違憲といった事業、その違憲の、まあ、射程距離でも、明らかに人々の知る権利とかを侵害しているとは言ってるわけだから、そういう、一国の政府の司法が違憲といった事業を日本が ODA としてやるのは不適切だと思うので、まあ、ちょっとくどいですが、今日外務省福宮課長をはじめ検討、早急に検討してくださるということで、変更、政策の変更がぜひ起きるようによろしくお願いします。まあ、ちょっとくどいですがよろしくお願いします。私もくどいですが、これ改めてこの1年半だけのことを問うているわけではないですけどね、もともとこの訴えは2017年の4月に訴えを起こされて、まあ、判決が出ている。つまりそれ以前のプロセス自体が違憲なんです。つまりもう今に至っていること全て、このプロソーサバンナの事業、これまでのプロセスが違憲判決を受けたんです。とすれば立ち行かないですよね。それをこの1年半放置をしていた。だからそれ以上に外務省外貨の責任は重たいわけです。だから単に判決が出て以降のどうのこうのじゃない、それ以前のもうずっと前からのプロセスそのものがもう違憲判決を受けたんだ。それについて日本政府としての責任、外貨としての責任どうするのかということを問われてるし、私もそのことを衆議所で問うたのに2行で終わってるわけですね。もはや JICA にはこのプロジェクトをモザンビーク政府というところにやる能力もなければ、責任主体としてもダメだということをもう判決受けたんです。外務省政府はそういうふうに認識すべきです。そのことも踏まえて、はい、富田打ち返ししてくださいよ。いいですね。1点だけ最後か分かりませんが、確認させていただきたいんですが、判決文では農業省に対して自由と権利を侵害する可能性のあるということで、侵害したということではないですよね。ですので、そういう恐れのある事業に関する情報ということで、ということだけを1点だけ確認させていただきたいと思います。はい、分かりました。 Is like to interfere と、ただし、違憲判決なんでしょう。だから、まあ、でもおっしゃる意味は分かりましたが、恐れがある可能性だっても十分で、それが違憲判決につながったわけですから、ぜひ重く見ていただきたいと思います。国民の税金が組み込まれた事業でそういうような判決があったということ自身を受け止めてもらわないと、あれこれ、ね、言ってたんでは今の業務が何だとかになるわけで、そこはちゃんと受け止めてくださいよ。2点事実だけ、まず1点目、どうやら JICA は、人権侵害の中に国民の知る権利の侵害を入れていないらしいということ。だから情報不足だったから情報を追加すれば人権侵害、物事は全て解決するとなぜか思っている。人権侵害の根幹、ぜひ外務省の仮約あります、国際人権規約読んでください。第19条何が書いてあるか読んでください。知る権利、これ日本国憲法にも書いてある、そしてモザンビーク憲法にも書いてあるから、
情報公開法ができました。2点目、福島先生があのおっしゃったのはこれ確定ですよねっていう話です。これあの確定しています。これ以上はひっくり返せません。これ以上何があるかというと、現在1年半にわたって農業省は、裁判所の命令に応じて命令通りに従っていないという事実から、毎日罰金を払っていくことになります。でこの罰金を払わせるかどうかについて今準備が進められていると私は理解していますが、その情報すらどうやら外務省も JICA も農業省に教えてもらっていないということ、それは確認してる、それは知っていますか。それは知ってる、それは皆さん、それは知ってる。つまりこの判決が確定しているということも知らないですか。してんでしょうね、しています。知ってるんで。ちょっとマイク使ってちゃんと答えて。その点も含めて今農業省から返事を待っていると。いえ、大使館とかで確定してるんでしょうね。確定してることは知ってるんだ。確定はしてますよね。皆さんから確定しているんだというところで、それが事実かどうかというところを確認していく。外務省ですが、そこは農業省から正式に確認はしておりません。現地大使館を取りに行くの。すみません、また繰り返し申し訳ないんですけれども、今農業省のアクションとしては、その判決を出した一審の裁判所に対して自分たちが取った行動と今後について書簡を出して、その返答を待っているっていうところが、我々が農業省から説明を受けているところです。そういうふうにもし説明聞いてるんだったら、間違いなく確定しているし、農業省は何もしてないし、これ以上進展はないんですよね。ということで、私が聞いている情報に基づくと確定しており、農業省は違反しているので、これから毎日どんだけの罰金を払うのかということを議論して、すでに議論に入っていると随分前に聞きました。そういう情報、つまりその情報は知らないとしても、まずこの判決は確定しているということを、その在外公館の法律の専門の方とかいらっしゃるのかどうかわからないですが、まずそのモザンビーク国内法いや、その法体制というものを確認もせずに1年半こうやって農業省がって言っていること自体が信じがたい。何のために在外公館があるのだというのは私の疑問が1点。2点目が、そしてその判決通りにしていないと罰金が発生するから、その件について話し合いというものが次の段階にあるということも知らなかったということですか。こういう判決が出たらどういう対応が次になされるか、次のステージ、話し合いというのはその原告との話し合いってそういうことでしょうか。はい、原告と裁判所 と、被告の間での話し合いです。いや、もちろんそういう普通の裁判、それは個々の東西同じだと思いますけども、裁判に関して、いえ、そういうことに関してはそういう流れ、そういう一つの可能性があるということは認識はしています。いえいえ、可能性ではなく、もうすでに違憲判決が出ているので、日本の援助を通じて、ですから、ちゃんとモザンビークの法制度、法律をもとに次のステージが何なのかということを個別具体的に把握するおつもりは1年半において JICA も外務省もなかったということですね。それ確認して。じゃあそれも確認して、今じゃなくていいです。い 今確認してください。 今の時点ではその点については認識はしておりません。していない、はい。何のためにこう国会議員の先生たちがここまで時間を使いになってやってこられたのかということについては大変残念に思います。最低レベルの確認事項だと思います。3点目は今何が起こっているのか、じゃあその3者の間でということについて情報をどうやら農業省がお伝えしていないらしい。もう1年ぐらい前の話になるような。そしてもともと裁判があったことすら皆さんにお伝えしていなかった。先ほど渡辺さんがおっしゃったように、信頼関係がないだけではなく、そういう状態で国民の税金使って36億円を、そしてこれから先さらに投入していく、2020年の予算でもどうなんでしょうということも含めて
点あの確認させていただきたいんですけれども、はい、今現在プロ三番な事業が継続していて、農業省が罰金を払うという段階になった時に私たち国民の、税金からあの原資が成り立っている ODA あるいはその援助のお金からあのまさに罰金の方に流れるっていうようなことはあってはならないと思うんですけれども、そのような可能性がまさか私たちの税金が農業省が違憲判決の出た罰金に対して支払うということに関わってくるということになるんでしょうか、あるいはその可能性がある。それはありえないです。あの我々の資金援助をしているわけではなくて、あくまでもキャパシティデベロップメントですね、人づくり、それから行政の改善も含めてですねやっておりますので、そんなことはございません。そのことはないというふうなことで、あの実際に罰金が支払われる可能性があったときに、その段階でもあの事業は継続している可能性があるということですか。そのキャバシティのことに関しても直接罰金のお金でなくてもですね、当然その事業をそのままやめないで継続している場合には何らかの関わりがあるということは変わりがないということですか。ちょっと意味わからない、もう一度あのお願いします、もう一度あの端的にあのお伺いしたいと思います。今船田さんがこのまま農業省が判決に従わないということで罰金を払うというような段階に来ていると、そのような情報を外務省も JICA も依然として把握していない、その段階で今事業はもちろんこのままずっと継続していると、で知らないって言い続けられないと思うんですね、そのようなことでは。で実際にもし払い出したと知ったしましょう、そうすると直接その事業のお金が罰金のお金になりあの支払われているということはないということであったとしても、事実として実際そのようなあの事業自体をあの関わっているということに関しては変わりがないんですね。そのことの認識について私はお伺いしているわけです。ですが罰金の話は知らないというふうに申し上げましたので、その事実関係を公式に我々としてもご確認させていただきたいという上で、今の質問に対しては、将来答えていきたいという形になると思います。あの時間があれなんで、あのいろいろありますが、このテーマはここで一応終わりにしますが、あのもう繰り返しませんけども、違憲判決が出たということが、これからのモダンミックス政府の対応ではなくて、全体、これまでに対してかけられているということを思う受け止めていただいて、いくつかあの質問も出てますから、これはちゃんと打ち返しを、早急にお願いしたいというふうに思います。で、その上で、あの第2テーマの方ですけども、ウェブサイトの掲載文の問題です。それで、今日、文書で、あの JICA から、あのご回答を配布をいただいておりますので、時間もあれなんで、次に行きたいと思いますが、まず、あの、1と4に関わるところですね。これについて、ご回答いただいて、まずご行きたいと思いますので、よろしくお願いします。いただいたこの質問に対して一つ一つ答えていくという感じでよろしいでしょうか。1と4ちょっと分かりにくいですね。